フェリスはいつもメイの話をしてくれるの。さすが私の理解者よね。ブローニャはカカリアとの対峙で自ら脳内のバイオチップを破壊した。そしてフカとメイは病室でブローニャの様子を見守っている。本当にもうこんな時にキアナちゃんはどこに行ったのかしら。大丈夫ですよ、容体も安定してきましたし、メイさんは休憩室で学園長を待っててください。でも私がついていますから、メイさんは休んでください。そうね、わかりました。損壊がこれほどひどいとは。学園長が戻られるにはまだ時間があるし、仕方ない、試してみるしかないか。起きて、目覚めの時ですよ。誰？ここは監獄？そうです、忘れないでください。必ずここから出るのです。必ずここから出ろ。ここが監獄なら私は罪を犯したもの。それなのにどうして出なければならないのですか。では自分が閉じ込められた理由を覚えていますか。確かにここに閉じ込められた理由はよくわかりません。私は誰なのですか。それはまた後で。これだけ答えてください。ここに痛いですか。あんまり痛くないです。それなら一回外に出ましょう。ここに戻るかどうかはおいおい決めるとして。確かにそれが目下の最善策。しかし守衛の数が多すぎます。無事に逃げ出せる可能性は低いかと。大丈夫、私がサポートをしますから。あなたは誰なのです。あなたの声はよく知っている人のようですが。でもあなたが自分のことを、なぜここにいるのかを思い出せば、私が誰なのかも分かりますよ。目標発見。イエス、マスター見つからずに通り抜けることができました。ああ、賢者が魔像を呼び起こす鍵がここにあるって言っていた本。でもここはどこだ本。出口がどこにあるかもわからない本。あれ、このようなものをどこかで見たことがあるような。でもどこでしょう。あ、キ君は誰だ。なぜここにいるホーム？私にもわかりません。ああ、そうなのかホーム。キ君も迷子になってここから出られずにいるホームか。そうかもしれません。でも
出口の場所なら知っています。わかった。悪いけど道案内よろしく。ホーム、今日は急いでいる。ホーム大丈夫、途中で必要なら我が輩も手伝う。ホームよ。ありがとうございます。そうだ、自己紹介がまだだった。ホーム、我が輩はホーム、ホーム王国一の勇者だ。ホーム、お嬢ちゃんの名前は？ごめんなさい、いろんなことを忘れてしまいました。名前も忘れた。ホームか、それは困った。ホームな、でも大丈夫だ。ホーム、頑張ればきっと思い出す。ホームよ。そうでしょうか。生きていく秘訣は信じる力を信じることだ。ホーム、そうですか。そうだ。ホーム、お嬢ちゃんも必ず名前を思い出せる。ホーム、その時は名前を教えてくれ。ホームよ。はい、思い出したら必ず。敵全員沈黙、これより帰還。ブローニャはカカリアとの対峙で自らの。ブローニャ作。この道は封鎖されている。ホームよ、本当にこっちで間違いない。ホームか。はい、あの人の言うことが本当ならあっちに封鎖を解くスイッチがあるはずです。そう。ホームか。でも。はい、私ではいけません。任せろ。ホーム、勇者である我が輩の出番だ。ホーム、ここで待っている。ホーム。一の勇者、期待に応えてみせよう。ホーム、さすがはホームです。大したことじゃない。ホーム、ホームムムムム。でもホーム、外から歓声が聞こえるような気がするのですが。ああ、外は賑わっている。ホームな、それもそうだ。ホーム、今日はホーム王国一の勇者を決めるタイトルマッチが開催される日だ。ホーム、ホームが王国一の勇者じゃないのですか。まあ細かいことは気にするな。ホーム、タイトルマッチに勝てば我が輩が王国一の勇者だ。ホーム、ムム。自称王国一の勇者ですか。参加してくる。ホーム、ホーム王国を救うため必ず魔像を呼び起こしてみせる。ホーム、
魔像。任務完了。待機モードに移行。出口はもう目と鼻の先なのに、前方の生体センサーを避ける方法はないみたいですね。大丈夫ホーム、出発の前に賢者からもらったこれがあるホーム。賢者？そうだホーム、賢者はホーム王国で一番聡明な人、誰にも賢者の考えはわからないホーム。褒めているようには聞こえないのですが。みんな賢者が少し怖いホーム。でも賢者がくれるものは必ず役に立つホーム。例えばこれ、ホームホーム。でもこれはなんだホーム。ちょっと見せてください。使い方を知っているような気がします。おお、知っているホームか。さすがだホームホーム。目標発見。ドローニャ、了解しました。無条件射殺許可確認。ここを抜ければ外に出られます。これでやっとタイトルマッチに参加できるホーム。ありがとうホーム。お嬢ちゃんがいなければ今頃はまだ中で迷っていたかもしれないホーム。いいえ、ホームがいなければ私もここまで来られませんでした。ホームムムム、外に出てから話そう。ホームホーム。敵全員沈黙。これより帰還。ここがホーム王国ですか？そうだホーム。タイトルマッチはもう始まったのかホーム。でも大丈夫、今日の日没までにエントリーすればいいホームホーム。ホーム王国ではよくこのようなタイトルマッチが開催されているのですか？いや、ホーム王国は今魔女の侵略にあっているのだホーム。王国を守った伝説の魔像を呼び起こすために予言の勇者を探しているのだホーム。そうだったのですか。
みんな恐ろしい魔女からホム王国を守るという覚悟を胸にタイトルマッチに参加しているホム。ホムもそうなのですか？そうだホム。最強のホムとして王国を守るのが我が輩の使命だホム。よし、我が輩はタイトルマッチにエントリーしてくるホム。お嬢ちゃんは我が輩の勇姿を見ていてくれホム。はい、行ってらっしゃい。かっこいいです。でも、ここは混み合っていて、試合がよく見えません。広場の向こうの彫像の上に行ってみますか。これは、どうして、何が起こっているの？待って、やめてください！魔像が呼び起こされたホム。でも魔像はなんで攻撃を仕掛けてきたホム？おそらくあの少女が予言の勇者でしょう。魔像の暴走はあまりにも長時間眠りについていたために、覚醒してもうまく力のコントロールができないからでしょう。くそ、まさかずっとこうなのかホム。力を使い果たせば自然と落ち着くでしょう。ホム、気をつけてください。私では止められません。大丈夫だホム、すぐに我が輩がおとなしくさせてやるホム。システム警告、強敵出現。システム警告、損傷拡大。敵影発見できず。目標発見。イエス、マスター。ファイヤー、ファイヤー、イエーイ。ファイヤー、ファイヤー、イエーイ。攻撃モード起動。ファイヤー、目標捕捉。さすがは魔像の力だホーム。危うく死ぬかと思ったホームよ。ありがとうございます。また助けられてしまいました。仕方がないホーム、お嬢ちゃんが魔像を呼び起こしたのだからな。ホーム、ホーム。そう、魔像を呼び起こしたあなたこそが予言の勇者なのですよ。あなたは私が監獄で会った人ですね。はい、ホム王国を救うにはあなたの力が必要不可欠です。でもあなたも何があったのか知りたいでしょ。どうして自分がここにいるのか、自分が一体何者なのか。魔女を倒せばそれがわかるのですか？それはあなたの選択にもよります。でも答えが知りたいのなら、自分の過去を取り戻したいのなら、まずは魔女を倒さないといけません。何かが変な気がします。あ、ついでに言うと、私はホム王国の賢者なので地位が高いです。だから言うことを聞かないのなら監獄に送り返しますよ。それは脅しですか？脅されるくらいなら私は監獄に戻ることを選択します。でもそれだと答えが分かりませんよ。構いません。おや、ホムたちが魔女に殺されても構わないというのですか？そうだぞホム、お嬢ちゃんが魔像を呼び起こしたのはお嬢ちゃんだけが魔像に認められたということだホム。お嬢ちゃんがやらなければもっと多くの同胞が魔女に殺されてしまうホム。頼む、助けてくれホーム。ムム、はあ、そういうことなら大丈夫。あなたにはいつでもやめる権利があります。それでは少し休んでから氷の魔女の国に向かいましょう。任務完了、待機モードに移行。
ブローニャ、作まさか氷の魔女の手下はもうここまで追ってきたのか。ほら、全力を尽くしたのに、それでも氷の国からは逃げ出せないのか。ほら、ダメだ。ほら、ここで死ぬわけにはいかない。ほら、俺はホム王国に戻るんだ。ほららら、よし、貴様ら死にやがれ。ほらら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 。敵全員沈黙、これより帰還。ブローニャは自らの責任を果たします。華麗な舞踏会にしましょう。ここが氷の国ですか。もともとはホム王国の領土でしたが、氷の魔女に占領されてからはこのようになってしまいました。氷の魔女、恐ろしい存在ですね。その話は一旦置いといて、ホム。二人とも何か聞こえない、ホムか。はい、爆発音でしょうか。あちらで戦いが繰り広げられているようですね。いや、この爆発は。くそ、爆発音がどんどん小さくなる。ホム、ホラの状況があんまり良くないようだ。ホーム、急ぐぞ。ホームムム、私たちデートしてるみたいよね。短い戦争ね。あっ、こっちよ、こっちこっち。ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。
た私にドキッとした。情熱的なのね。短い戦争ね。やあ、捕まえた。焦らないで。アイテム。ビルビーにあげましょう。捕まえた。アイテム。ほら。まだ助かります。早く周囲の敵を倒してください。私はホラの治療をします。わかりました。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。星が流れたら願い事をしてね。はずれよ。足元に気をつけて。敵一掃完了。魔像の力は想像以上に強いです。ホラは？ホラはどうだ、ホム？怪我している状態で戦い続けたために消耗しきっていますが、しばらく休めば回復するでしょう。よかった、ホム。実を言うと、ホラは我が輩の師匠にあたる、ホム。そうなのですか。昔、ホラから指導を受けていた、ホム。ホラは厳しい戦いをくぐり抜けてここまで来たんだと思う、ホム。はい。ここはもう氷の国の辺境地帯になります。ホラがここまで来るのには理由があるんだと思う、ホーム。そうですね。ホラが目を覚ましたら聞いてみましょう。起きて。これは夢じゃないわよ。戦力指数の上昇を検出。一尺アは安定しています。華麗な舞踏会にしましょう。ここはどこだ、ホラ。俺はもう死んだ、ホラか。ホラ、師匠。死ぬのにはまだ早すぎる、ホムよ。ここはどこだ、ホラララ。ここは氷の魔女の領土。我が輩たちは氷の魔女の討伐に向かっている最中だ、ホム。魔女の討伐ということは、ホム、魔像を呼び起こしたのか、ホラ。いや、魔像を呼び起こしたのは我が輩ではない、ホム。このお嬢ちゃんだ、ホム。こんにちは。なんだと、この顔は。どうしました？彼女は魔像自身が選んだ勇者ですよ。いや、驚いただけだ、ホラ。か弱そうな娘っ子だとは。ほららら、ああ、魔像は本当に問題ないのか、ほら。何を言ってるんだ、ホム。
さっきホラを助けたのもお嬢ちゃんだホムよ。ち、世話をかけたホラ。これは何なのですか。こういうキャラ設定らしいですね。設定ですからね。待て、急いでここを離れるぞホラ。氷の国は魔女の監視があちらこちらにあるホラ。同じ場所に長時間いると有力な情報ですが、遅かったですね。敵はもう来ています。先に雑魚を片付けるしかないようですね。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ったの？かわいらしいお客さん。捕まえた。はずれ、こっちよ。ですね、魔女の手下ですらこんなに強いとは。ほら、あなたは私たちの中で唯一氷の魔女に会っています。氷の魔女はどんなやつですか。氷の魔女、氷の世界に生まれた父も母もいない存在だ。魔女がホムを捕まえるのはただ城の全ての部屋に住んでいる人がいるという見せかけを作りたいだけだほら。氷の魔女はホムたちを城に閉じ込めているのですか。そうだほら、最初の頃はほら。最初の頃、ホムは魔女のように寒さに強くないほら。だから徐々にホムが逃げ出し始めたほらら。捕まえられたんだから逃げ出したいのは当然じゃないか。ホムムム。だが魔女は怒り狂い、逃げたホムを捕まえ城に氷漬けにしてしまったほら。それでは逃げ出したくなるホムは増える一方でしょう。ああ、だから狂った魔女は全てのホムを氷漬けにすることにしたほら。だからホムたちは騒ぎを起こし、俺もそれに乗じて逃げ出したほら。でも我が輩たちがここに来るまでに会ったのはホラだけだホム。まさか。そうだ、他のホムはもう。氷の魔女は憎むべき相手か哀れむべき相手か、どちらでしょうね。やり方が間違っています。孤独でもこんなやり方で無理にそばにいてもらうなんて間違っています。私たちが阻止しなければ。へえ、一番最初のあなたはこういう性格でしたか。どうしました？何か問題でもありますか、ケン？いいえ、あなたの言う通りだと思いますよ。早く氷の魔女を倒しましょう。準備ができ次第出発しますよ。私を褒めて。この願いを叶えてくれる。そうよね。華麗な舞踏会にしましょう。あ、ほらおかえり。帰ってくると思っていたよ。私はお前をとてもとても愛しているからね。
いや、戻ってきたのはホムたちの仇を取るためだ。ホラララ。つまらない。私の愛が分かったから帰ってきたのかと思ったら、お前も逃げた奴らと一緒だったか。いや、あいつらより怖いもの知らずか。くそ、あたりの歓喜が強い。ほら、自分の愚かさを知れ。残念ながら、ホラの命はあげませんよ。これが氷の魔女？なんでだ、ホム。ふーん、他に好きな人ができたから私の愛を拒むの？みっともないですよ、氷の魔女。愛と言いながら、心の中はただ人のぬくもりで自分を温めたいだけ。そのような身勝手さを愛というのは、ただ自分を騙しているだけです。ムカつく。自分が何を言っているのか分かっているの？分かっています。それと、ここであなたを倒します。そう。そんな低劣な力で私を倒せると思っているの？はい。なぜかはわかりませんが、ここであなたを止めなければいけないような気がします。なら、かかってこい、愚か者！あたしたち、デートしてるみたいよね。こっちよ。捕まえた。その心を痛めるわ。焦らないで。捕まえた。焦らないで。一曲踊って。どうしてお前にそんな力が。負けを認めてください、氷の魔女。そして、魔像のもとに死んでください。写真を撮ってくれるの？捕まえた。負けを認める？わけないでしょう。動くな。これ以上近づいたら、こいつを殺すよ。あれは、ホミなのか、ほら。首少し力を加えただけで折れちゃうよね。どうする？今ここから引くならホミを解放してあげる。大丈夫、氷漬けにはしないから。どうしましょう。いたずらに攻撃をすればホミの身に危険が及ぶでしょう。おとり役を頼む、ホム。我が輩が決める、ホム。そうですね、それでいきましょう。ああ、離せ、ホム。死ね、魔女。これが、もう二度と寒さを感じない世界。かわいそうな勇者。お前の孤独、返してあげる。これは、どういうことですか？どうして、こんなにも、寒いのですか？どうして、思い出しました。両親のいない私は、雪原に生まれた私は。少し落ち着いてください。これはどういうことですか？これがあなたの言う全てを知るですか？はい、魔女を殺せばもっと多くのことが分かりますよ。どうして？本当のことを知りたいのなら、真実による痛みにも耐えなければなりません。この痛みが私の過去。私とあの魔女たちは。ありがとう、みんな助けてくれてありがとう、ホミ。いいえ、あなたを助けたのは私ではありません。
あちらにいるホムです。でもあなたの手助けがなかったら私は絶対に助かっていない。ホミ、あなたがなんで苦しんでいるかはわからないけど、でも気をしっかり持って。ホミホミ。そうだホム、お嬢ちゃんのおかげだホム。そういうことなら私はもう引き返せませんね。賢者、次に討伐するのは誰でしょうか。盾の魔女です。この格好は好き？それとも私が好きなの？負けを認めるわけない。ブローニャは自らの責任を果たします。戦力指数の上昇を検出、一尺アは安定しています。戦力指数の上昇を検出、一尺アは安定しています。戦力指数の上昇を検出、一尺アは安定しています。ブローニャ、戦場に到着し、ここが盾の魔女の領土ですね。はい、ここは一本道なのでいろいろと仕掛けがあるでしょうね。守りが固いホム、この仕掛けだけでも奴のヤバさがわかるホム。まあ盾ですからね、侵入を防げればいいのでしょう。でも盾は何かを守るときに使われる武器でしょう、ホミ。そうですね。一体何を守っているのでしょうね。さあ。知るか。俺は盾の魔女を倒すんだ、ホラ。ホラ、少し落ち着く、ホムよ。盾の魔女は俺の友達ホリを殺したんだ。殺してやる、ホラ。ほら。大丈夫です。魔女に返してもらうものならこちらにもいっぱいありますよ。戦場を観察中、イツシャコアに異常はありません。ブロー、班長、次の行動座標を送ってください。目標ロックオン。あなたの前ではちゃんといいところを見せない。こっちこっち。やっ、やっ、これからの二人の時間ね。ええ、少し本気を出しましょう。外れよ。
これからは二人の時間よ。華麗な舞踏会にしましょう。飛ぶわよ。第一楽章を始め、捕まえた。焦らないで。捕まえた。私を楽しませてね。情熱的なの。きらめきよ、大地を照らして。こっちこっち、目をそらさないで。私を見つめてね。ブローニャ、作戦。ん？これはどういうことだ、ホーム？雑魚はすべて外側にいますね。やはり自分の結界を一番信用しているみたいですね。結界？それでは、中に入る方法がなくなったことになりますね。問題ありません。結界といっても、広範囲に適用する装置に過ぎませんから。制御装置を壊せば、結界もなくなります。可能でしょうか？はい。しかし、あなたと私では、結界の隙間から侵入することはできません。やっと俺の出番か、ホラ。ホラ、負傷しているんだから休んでいろ、ホム。そうよ。無茶しちゃダメ、ホミ。こんなかすり傷で、戦いの最中に休んでられるか、ホラ。戦いになると決まったわけじゃない、ホム。ただ装置を壊すだけだ、ホム。そうだろ、賢者。ホムホム。ええ。ホラは休んでいてください。結界の装置の破壊は、ホムとホミにお任せしましょう。
結界は解除された。ホム、ホミちゃんの方は大丈夫かな。ホムムムムさっきからおかしいと思ったらネズミどもが紛れ込んでいたのか。見つかってしまった。ピンチ。ホム、なるほど、同時に2カ所の装置を壊したから結界が解除されたのか。弱者ども、他者の力を借りなければ目的を果たすことすらできない。貴様が盾の魔女ホムか。弱者に応える必要があると思うか。お前たちはその気持ちの悪い仲間意識だけで万死に値する。逃げられると思うの？この周囲に新しい結界を張ったの。お前一人じゃ破れはしない。盾の魔女、やはり隙がないホムか。あのバカがお前たちに敗れると。チビ、ついてこい。今すぐにお前を引き殺してやりたいが、お前にはまだ使い道がある。その目でお前の仲間たちが殺されるのを見ている。それからお前を殺してやろう。敵全員沈黙。これより帰還。俺が行くと言ったんだ。ほら、俺がもう少し粘っていれば。クソ、ほらららほら、あなたのせいではありませんよ。結界は解除されました。何が起こったのか分かりませんが、とにかく今は先に進みましょう。どうしよう、ホミ。ホム、大丈夫。必ずホムを連れ戻します。ここからは私と賢者に任せてください。ダメだ、今度こそ俺も行く。ホラ、でもホラはまだ回復していない。ホミ、問題ない。ホラ、戦士にとってこんなかすり傷はへでもない。ホラ、俺はもうこんな時に何もできない自分に耐えられない。ホラ、だから。そうですか。少しかもしれないが、俺も役には立つと思うんだ。ほら、頼む、連れて行ってくれ。ほら、わかりました。それなら一緒に来てください。でも無茶はしないでくださいね。心配するな、ちゃんとわきまえている。ほらよ、ウォーミングアップから始めようかしら。これで今月のノルマを達成できるわね。あなたが盾の魔女ですか。お前が氷の魔女を殺した勇者。いいえ、私は勇者ではありません。ただ自分を取り戻そうとしているだけです。そう、哀れだね。もういいだろ、俺の友達を返せ。ほら、
友達？ヘドが出るわ。友達とは利益に吸い寄せられた集合体に過ぎない。ただ弱者が利用し合う関係を認めたくないために聞こえのいいように言っているだけ。あなたの角度からはそうかもしれませんね。本物の強者に友達なんて必要ない。そんなに友達を取り戻したいのなら先に私の盾を破ってみろ。これからは二人の戦いよ。任務報告には楽勝って書こうかしら。艦長の期待を裏切ったりはしないよ。ここをもっと綺麗にしましょう。しまった。ほら、どうしよう。ホミ、あなたの前ではついてきて。友達？ヘドが出るわ。もっと堂々と私を見てもいい？任務報告には楽勝って書こうかしら。私、艦長の期待を。人類よ、に私の盾を破れはしない。私が一番強い。誰も私を倒せはしない。盾の魔女、よく自分を見てください。盾を維持するために檻のような大きさに縮小してがんじがらめになっているではないですか。みっともないですね。だから何さ、私は生きていける。誰も私にはかなわない。盾は小さくなった分強度を増したというのですか。厄介ですね。俺の出番だ。ほら、何をする気です。二人ともよくここまで戦ってくれた。ほら、俺に礎にならせてくれ。ほらほら、写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。情熱的なのね。はっ！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 
その盾、俺が破ってやる。ほら、お前なんかに私の盾が破れるわけが。なんで私の盾が。盾は冷たさと拒絶の象徴。でも渇望するから冷たくなる、恐れるから拒絶する。そうでしょ。違う、私は。大丈夫、私はあなたを受け入れます。もう一度私の一部になってください。受け入れてもらう必要なんかない。かわいそうな人、さようなら。ここは、おむむむ、ホーム、起きたの、ホミ。我が輩は盾の魔女に捕まったはず、ホーム。もう大丈夫です、盾の魔女なら倒しました。本当か、ホム。ホラは喜んでいるんだろうな。友達の仇を取った、ホム。でもホラは盾の魔女の盾を破るために限界以上の爆発を起こし。そうなのか、ホム。ホラも本望だったと思う、ホム。ホラ、我が輩たちは盾の魔女を倒したんだよ。そうだろう、ホム。ホム、はい、私たちは勝利しました。勝利は嬉しいことのはずなのに、ホム。大丈夫です、ホム。約束します、もうすぐ全てが終わります。ホムはもう目を覚ましましたか。賢者、どうですか。漆黒の魔女の手がかりは見つかりましたか。悪い知らせがあります。私たちの留守を狙った漆黒の魔女が大軍でホム王国に攻め入りました。現在ホム王国のみんなは行方知れずです。そんなバカな、ホム。時間がありません、急いで戻りましょう。かわいい乙女心があれば何でもできるの。ブローニャの意識は肉体とチップ。ブ
袋に。ここをもっときれいにしましょう。どうしてこんなことになってしまったの、ホミ。何もかもがなくなっている、ホム。今は立ち止まっている時ではありません。この雑魚どもを倒して、漆黒の魔女よりも先にホムたちを探し出すのです。見つけ次第合流しましょう。了解。ホム、ホム。可愛らしい子たちね。私、弓が似合うでしょう。鈴の音がせんやとやや楽しいことをしましょう。ウォーミングオープン。やブローニャ作戦。私の記憶が確かなら、王国の地下にいざって時用の安全避難所があったはず、ホミ。行ってみましょう。ダメだ、ホム。お嬢ちゃんも魔女もあそこには近づけられない、ホム。あそこに通じる門を開けられるのはホムだけだ、ホム。でないと安全ではない、ホム。ムム。では私たちが漆黒の魔女を引きつけますので、あなたたちはホムを探してください。わかった、ホミ。やっと見つけた。みんな無事か、ホム。ホム、みんな帰ってきたのね、ホミュ。でも何があったんだ、ホム。なんで漆黒の魔女はホム王国に攻め入ることができた、ホム。今までは魔像を呼び起こせなくても、魔像自身の自己防衛があったから魔女に対抗できたけど、でも魔女討伐のために王国から魔女を連れ出した、ホミュ。だからホム王国は抵抗する力を失い、漆黒の魔女につけ入られたのね、ホミュ。幸い魔女はこの避難所には入ってこられない、ホミュ。みんなが無事で安心した、ホム。これから漆黒の魔女に落とし前をつけてもらう、ホム。ホム、ホム、あなたたちはここから出る、ホミュ。お嬢ちゃんが魔女と戦っている、ホム。我が輩がここに隠れているわけにはいかない、ホム。それにみんなの安全を確認できたら合流するって約束した、ホム。そうだった、ホミュ。
それなら、ホミュ、一つ頼みたいことがある。ホミュ、任務完了、待機モードに移行。やっと来たのね。ずっと私を待っていたような口ぶりですね。そうだよ、弱っちいホムを殺すのにも飽きちゃってね。さすがは氷の魔女と盾の魔女のアホ二人を殺した勇者様、オーラが違うね。私は勇者なんかではありません。そうね、お前は勇者なんかじゃない。お前が何事もないかのように私の前に立っていられるのは、全てを忘れたから。お前は殺戮者、首切り人、暴政の手先、傭兵の中の傭兵、ウラルの勤労、その牙でどれだけの無実の人の首を噛みちぎった？違う、そんなの嘘です。あんたかどうかはお前自身が知っている。お前はただの人型兵器、上の命令に従い殺戮をするのがお前の人生、他人の手のひらの上で踊るのがお前の人生。お前はただの操り人形。魔女の言葉に惑わされないでください。もうすぐ全てが終わる。その時になればお前は全てを思い出す。お前はただ殺戮だけのためにいる存在、殺戮を続けることでしか生きている実感を得られない。黙れ。魔女を二人も簡単に殺したんでしょ。同じ顔なのに何の躊躇もなく。違う、ありえない。少し私の手下と遊んでなさい。もうすぐお前が取り戻したものを全部いただくから。このステップについてきてね。第一楽章を始めましょう。せっせっ、よっ、こっちよ、外れよ。はっはっ。鈴の音はせっせっ、よっ、ふふ、情熱的なのね。焦らないで。風に揺れるスカートは翼みたいよね。本気にならないといけないように。まずこっちよ。私の気持ちちゃんと受け取ってね。無可の時代に向けて。嘘、私は違う。落ち着いて。このままでは魔女に主導権を握られますよ。これらは一体何ですか？魔女が背負っているのは私の過去でもあるのですか？あんな過去認めません。過去を否定することはできませんよ。いや、無理、私には受け止められません。そうですか。覚えていますか？私は最初にあなたにはいつでも辞める権利があると言いました。辞める権利。
全てを忘れ監獄に戻り、漆黒の魔女に全てを差し出せばいい。そしてホム王国が滅ぼされるのをただただ見ていてください。それか戦うことを選び、戦いの中に未来への道を探し出すか。私は決断を下す前に、このホム王国で起こったことについての意味をよくよく考えてみてください。簡単な選択ではありません。あなた自身が決めなければなりません。できない、私では勝てません。重要なのは選ぶことです。選択をすれば結果が見えてきます。戦うことを選んでも私では勝てません。私には全てを否定する力がありません。大丈夫ホミュー、私たちの力を上げるホミュー。あなたたちは地下にいたのでは。避難所にいる全てのホムがここにいるホミュー。私たちは力をあなたにあげることにしたホミュー。そうだホム、お嬢ちゃん一人では難しいだろうし、ホム、私たちみんながここにいるホミ、私たちがあなたの力になるホミ。自分の力だけでは足りないと思うのなら我が輩たちに言えばいいホム。我が輩たちがお嬢ちゃんを助けるホムよ。そうでしたか。最後になっても私のそばにいてくれるのですか。最後にあなたたちに助けられるとは思いませんでした。わかりました。漆黒の魔女に勝って、受け入れて、そして漆黒の魔女の全てを否定します。この格好は好き？それとも私が好きなの？華麗な舞踏会にしましょう。どう？決めたの？やっと勇気を出して自分に向き合う気になった？来なさい。今の私なら過去の私に負けたりはしません。私たちデートしてるみたいよね。呪ってやる。永遠に殺戮に溺れ、兵器として生きるよう呪ってやる。私は、いいえ、ブローニャはその呪いを受け入れます。そして生きてそれを否定し続けます。そう、今のお前なら。どうですか、自分の名前を思い出しましたか？うん、
ウローニャは自分の名前だけでなく、あなたのことも思い出しました。院長、勝手に人の夢に入り込むのはいただけませんよ。大丈夫、目を覚ませばあなたはここでのことを全て忘れますから。でも重要なのはあなたが選んだ答えです。そうですか。これでとりあえずは問題ないでしょう。ん？こんな時間に何のご用ですか、大司教様。電力指数の上昇を検出。1尺アワー安定しています。華麗な舞踏会にしましょう。華麗な舞踏会にしましょう。で、こっちよ。よ。で、頭に気をつけて。可愛らしい子たち。私と共に戻りましょう。私を楽しませてね。華麗な舞踏会にしましょう。で、よ、情熱焦らないで。よ、ありがとう。もっとちょうだい。よ、外れよ。で、よ、その心を認めるよ。よ、こっちよ。私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。外れよ。ちゃんとリズムに乗ってね。
の時間も私に任せてね。華麗な舞踏会にしましょう。飛ぶわよ、短い前奏ね。はっ、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 捕まえた。焦らないで、捕まえた。は、情熱的なのね。このステップについてきてね。舞踏会、いよいよ。はっ、はっ、焦らないで。捕まえ、私の気持ちちゃんと受け取ってね。ねえ、この後の時間も私に任せてね。華麗な舞踏会にしましょう。飛ぶわよ。はっ、はっ、外れ、こっちよ。で、焦らないで。はっ、はっ、逃がさないでよ。で、捕まえた。本気になれないといけないよ。情熱的なのね。星が流れたら願い事をしてね。可愛らしいお客さんね。ちゃんとリズムに乗ってね。私を褒めて。この願いを叶えてくれる。そうよね。華麗な舞踏会にしましょう。捕まえた。やば、情熱的なのね。はっ、せい、はっ、はっ、おいしょ、せい、いたずれよ。ふん、ふん、あわ、やっ、せい、やっ、はっ、はっ、せい、華麗な舞踏会にしましょう。飛ぶわよ、短い前奏ね。
素敵なのね。第一楽章を始めましょう。捕まえた。はっ、せっ、行こう。せっ、その心を痛めるわ。ありがとう。もう私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。足元に気をつけて。華麗な舞踏会にしましょう。可愛らしいお客さん捕まえた。せっ、立とう。こっちへ。ふふっ、はっふっ、やおう。はっ、ウォーミングアップから、はっはっはっ、こっちこっち。目をそらしちゃダメ。